今人気のスマートフォンスタンドを買ってきました。これはキャンドゥで売ってる商品です。110円でこのクオリティすごくないですか？バズってるみたいなのでスタンドも欲しかったので買ってきました。自由な位置で高さ固定、スマホの向き横立て OK で、角度の微調整もできて、スマホ傷つけにくいパッド付き、とてもいいですね。部品こんな感じで、組み立てこんな感じで入ってるそうです。縦にも伸びるし、横に回転もできるし、斜めも大丈夫で、首も動きますね。めっちゃいいのがいました。これから開けてみたいと思います。では早速開けたいと思います。中を開けて出してみると、こんな感じですね。首のところとカメラ固定するのと軸の部分と土台があります。では実際に取り付けてみます。どっちだ、これがどっちがしたら、こっちか、こっちだな。ついた。首の部分をつけます。ついた。よし、つきました。最後にこれを通して、これをよはめて首を止めます。よし、これでここも動くし、ここも動く形になりました。全体が全然映らない。できました。で、ここを緩めるとここが伸びます。結構高いですね。以上、今回のキャンドゥの購入品紹介でした。よかったらまた見てください。じゃあねー。